こんにちは。私、斉藤雅也と申します。新潟県柴田市でソフト会社の経営者やってますね。2017年にこの幸運の病という本を出しました。20何年か前に糖尿病というふうに診断されて、まあ、筋金入りの糖尿病患者でございます。2015年私、眼底網膜症でもう失明するから、まあ、早くレーザーで眼底焼いて、インシュリンの治療もしなさいよって言われたんですよね。けど僕はそれはどうしても避けたくて、どうしても避けたい。ね。それで何とかして食事で生活を変えて、人生を変えて、それで、この危機を乗り越えようと思ったんですよね。それで生活習慣病の、勉強なんかを始めて、いろんなことが分かってきました。それで、もしあの頃、20歳の頃、25の頃、おそらくその頃ですね、その頃からもうレールに乗ってました。あの時に僕が今喋ってるようなことをもし誰かに聞かせてもらえたら、もうちょっと違った人生だったろうなと思ってます。ただ、今からでも僕はどんどんこの生活を続けていくことでなんとかなるだろうと思ってます。そして、ゴールは何を目指してるかというとこれですね。今回20回目のスタディっていうことで、前回19秒前の時にちょっと話をしました。ピンピンコロリの人生というのを僕は目指してます。皆さんの中にはそんなもん目指さないよっていう人もいるかもしれないね。どういうことかというと、自分の体が衰えて未練がなくなったね。もういいや、もう生きてなくてもいいなってなった時に、人様の厄介にならず痛くなく苦しまないで眠ってるように穴に行きたい。これがピンピンコロリの定義ですね。それで、では、このピンピンコロリの人生っていうのをすることができるのと。今私たちの身の回りの年寄りとかなんか見れば、みんな癌になる。様々な生活習慣病で苦しんで亡くなっていく。僕もそうですね。失明したら大変苦しい思いをします。足がえそうになって切り取ってしまったら、まあ嫌だろうね。フットスライスといって、エソができ始めると、もう、なすすべもなく、どんどん切っていかなきゃいけないんですね。糖尿病患者に非常に多く見られます。まあ、老人にも同じように見られますけどね。じゃあ、これ、どういう食事でこれがやれるのかと。まず、医学にはあまり期待してません。だって今、一生懸命医者さんや、栄養学者さんや、まあ、様々な方々、お偉い先生方が、こうしろ、ああしろって言って、対策練ってますけども、現状はこの通りですね。みんな怖くてしょうがない。認知症になったらどうしよう。体動かなかったらどうしよう。子供たちがそばにいないからどうしよう。ね。そんなことがずっと続いてるわけだから、対策が間違ってるから現状が止まってるわけだね。それで、今日はこの話をしますけれども、ちょっと遠回りになるように見えますけれども、ある一冊の本から物語がスタートします。これですね、利己的な遺伝子ね。これリチャード・ドーキンスさんっていう方が、1976年ですね、僕が16歳の時に書いたんですね。これ何を言ってるかというと、進化ってのは環境への適応ですよと、神様への長い階段ではないんですよね、こういうことを言ってるわけですね。これどういうことかっていうと、進化論っていうのが、なんか完全な素晴らしい存在の神様に向かってずっと言ってて、その一番先頭に人間がいるんだよと。だから人間はみんなすごい素晴らしいんだよっていうことを言ってたんですね。それけどもそんなことじゃないよと。進化っていうのは環境に適応していく、そのプロセスなんですよと。今も僕らはどんどん変わっていってるわけですから、これ進化ですよってことですね。で、もう一個、利己的な遺伝子って書いてあるんで分かるように、生命は遺伝子の乗り物だよと。セルフィッシュジーンですね。これね、この本です。びっくりしました。これ出て初めて読んだ時にはずいぶん後ですけどね。それからもうびっくりしてね、どんどん、ドキンスさんの本買ったんでね。面白いですね。これ絶対におすすめですね。それで、僕はもう、キスのドキンス大ファンですね。それで、もうちょっといろいろと考えていってみたら、彼は、
生命は遺伝子の乗り物だよってことを一生懸命言ってたんですね。その時、その頃はこの時代はこの時代の限定、限界があったんで、彼らはそういうふうに言ってるんですね。ところが今僕はこういうふうに考えてます。技巧的な細胞ですね、これね、こういうふうに考えてます。私たち人間、人っていうのは、細胞の塊なんだよと。細胞が一個一個あって、それが一個一個が動いていって、一個一個が動くことによって存在するんだよと。つまり、生命っていうのは私細胞とマイクロバイオームの乗り物である。ちょっと今から説明しますけどね。それ身体っていうのは単なるコロニーにしか過ぎない。これちょっとここら辺がしっかりわからないと僕の考えてることがわかんないんでね。じゃあちょっとこう書きますね。はい、まず最初卵子があります。それでそこにこう精子がくっついて、こう寄ってってね、精子がやってって受精します。受精します、ポンってね。そうするとどうなるかっていうと、まずこれが細胞分裂をして、2つに分かれて、それが4つに分かれて、それがたくさんに分かれてって、でそのうちに何が始まるかっていうと、こういうふうに母体とくっつき出すんですね、これをこの中でね、子供になっていくね。つまり1個の DNA が、ここ1つの DNA って言った方がいいんですけども、1個の DNA が、DNA ができますね。その DNA がだん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 増えてって、ここで最初はお魚の形してたりなんかするんだけど、やがてここで小さい子供が出来上がってくるわけですね。ああね、ポコンとね、お腹の中にね。はい、これは最初へその上でつながって母親と一緒になってるんですね。それでこれが大体どうなるかというと、おぎゃーと生まれますから、こうおぎゃーと生まれます。それでこのおぎゃーと生まれた子供っていうのはどういうふうになっていくかっていうと、まず18歳ぐらいまでずっと体の細胞は増えていきます。18から20ぐらいまでね、増えていきます。それで増えてって、今度これから40歳ぐらいでしょうかね、そのぐらいまでは死ぬ細胞と生まれる細胞がほぼ同数だけずっていくね。40過ぎるとみんなこういうふうに言い出します。俺最近無理聞かなくなってさーなんていうね、ですから40から今度こういうふうに、また20年ぐらい、60ぐらいね、定年ぐらいまでまたこう死ぬ細胞の数が多いんです。私というコロニーの中で生まれる細胞と死ぬ細胞って常にこう拮抗してるわけですけれども、それ死ぬ細胞が多くなっていく。でまたその後で60からまあ80歳ぐらいまでの間はもっと減っていくね、ガクッと減るね。この間テレビかなんかで誰かこんなこと言ってたね。年寄りっていうのはデブがいねえね、当たり前です。細胞がどんどん死んでってから全部いません。だからもうおばあちゃんって小さいばあちゃんいますよね。ああいう人ってのはこの状態になってるんですね。つまり私たちっていうのはこう小さい細胞の生き物だよと。これを私は私細胞って呼んでます。ね、ところが私細胞っていうのはこれ一個の客船で、船の船員だとすると、そこには乗組員以外に乗客が乗り込んでくるんですよね。はるかに多い数ね。これマイクロバイオームと僕らは呼んでおります。マイクロバイオームっていうのは実はこの段階からマイクロバイオームが身体の内側や外側にぐっちゃぐちゃにいるんですね。昔はこう考えられてました。母体から胎盤を通って血液が入っていって子供の体の中入っていくけど、子供の体の中は無菌状態だよと。母親の体の中にバイ菌がいたとしても中に入っていくことってのはないんだよというふうに言われてたのね。今はもう全く違いますね。どんどこどんどこ入っていってるだろう。
と言われてます。なかなか実験しづらいんだけど、無菌ラットっていう実験があってね、ラットを完全に細菌のない状態で育ててあげる、母親、親からもうない状態で完全にそういう状態で、育ててあげるとどういうことが起こるかってことの実験なんかも行われてますけどね。つまり私細胞と言われるこの同じ DNA に起源するものと、外にいるマイクロバイオーム、ね、小さい小さいいろんな細菌やウイルスがいっぱいいます。数ははるかにこっちの方が多いんです。そいつらが一緒になって育ちながらずっとこういうふうに育っていくよと、それだというふうに僕は考えてますね。そしてまあもうちょっとしたらゆっくり話をしますけれども、私たちが何を食べたい、この女の人が好きだとか、そういうふうな、どうしても理性でコントロールできないものってのは実はマイクロバイオームが操ってるんだよねと、私タイプとかマイクロバイオームが操ってるんだよねと。だから炭水化物食っちゃダメ食っちゃダメ食っちゃダメ、ね、酒飲んじゃダメ飲んじゃダメっていくら言われたところで飲んだり食ったりは止まりませんね。実際にはそれによってさまざまなトラブルが起こってくるんだということをね、これから説明差し上げますね。私たちの体はちょっとこの間も話をしましたけれども、こうですね、こういうふうになっております。70兆個とも60兆個とも、まあ37兆個とも言われる細胞がここに固まってコロニーになってますね。皮膚があって、皮膚の内側に血液があって体液があって、さまざまな臓器があって、これも臓器ですね、骨、それから脂肪細胞、筋スタック、これはみんな臓器というふうに言われてますね。そしてそれ以外に大量の細胞が詰まってるわけ。そういうことですね。生活習慣病っていうのはどういう病気なのかというと、一番重要な臓器、こういう臓器の死ぬ数の方が生きている数よりも多く死ぬ、それによってそれぞれの臓器の機能が果たせなくなる、甲状腺がうまくいかなくなればバセドウ氏病とかなんかなるし、というような症状が見られるし、膵臓が悪くなってくれば、糖尿病っていうような症状が見られますね。血糖値が上がってどのものってのはね。余談ですけれども、血液っていうのはどのぐらいあるかっていうと、およそ20兆個あると言われてます。そしてほぼ全ての細胞っていうのはそれぞれの場所に居場所を決めていて、自分が死んだ時同じ細胞がそこにまたこう出来上がるようになってるんですね。血液20兆個が、赤血球ですね、一番重要なのはね、これ赤血球ですね。これ赤血球が血管の中から出られないようになってぐる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 循環をして、肺を回って、体を回っていくね。これ大体20兆個。120日でみんな、120日で、間違い、120日で死にます。20兆個で、120日で、死ぬってことは、1日どのぐらい死ぬのかっていうのが計算できますね。1秒間で120万個死にます。とんでもない数死んでるんです。120日で亡くなるっていうことになるとね、体中の細胞ってのはものすごい数死んでます。そして生まれてるんです。それによって僕らはちゃんと生きてるんですね。そして死ぬと生きるというふうなのが順番に起こっていく。じゃあピンピンコロリの人生ってのはどういう人生かというと、心臓や肺や腎臓や肝臓、こういう膵臓、脳といった重要度の高い臓器がまずは壊れないで生きてくれること、これは非常に重要ですね。他の細胞はだん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 衰えていってなくなっていくんですね。これなんでなくなるかって話もちょっとしましたね。私たちの細胞というのは常に常に、これは植物や何かもみんなそうなんです。みんな寿命があるんです。常に常に。常に常に酸素を利用してエネルギーを作りながら ATP を ADP に変えながら、
ナトリウムは外に出してカリウムを内側に入れていかなきゃいけないですね。外ナトリウムイオンの量を多くしておかなきゃいけない。何のためにナトリウムイオンの外に多くするかっていうと、この細胞膜の内側を特殊な状態に置いておきたいんですね。体の外をブドウ糖や脂質、いろんなタンパク質とかが回って動いています。こういうふうにね、動いてると、じゃあおい今動いてきたぞってやつを取り込まなきゃいけないでしょ。取り込むとき何を利用してるかって言うと、ナトリウムとこれカリウムだね。ナトリウムとカリウムの濃度差を利用して取り込んでいくんですね。それで中に入ってきて、パッとまたそれを使い始めるでしょ。そうすると中に、要するにナトリウム入ってくるから、またそれを外に組み出さなきゃいけないでしょ。ね。生命活動ってのはこういう濃度の差によって様々な物質を中に溜めていっていくのね。その代わり、よく酸素、ね、活性酸素って言うでしょ。これが回るためには、水素が外に排出されなければ回らないの。つまり、ここのところで水素が止まってると、回らないんです。ATP が ATP にリサイクルされないんです。ADP っていうのは ATP、ADP が ATP にリサイクルされないのね。ADP は ATP におおよそ1秒でリサイクルされて、1秒でこれがまた利用されて、ものすごく早い。じゃあこれを止めるのはどういう時止まるのかっていうと、酸素がこの中に供給されないと、長い行列が止まってると一緒だから、いくら栄養素が来ても、ATP と ADP のこのリサイクル、ADP と ATP のリサイクルが止まっちゃうん。これ10秒止まると、大変な障害が起こり始めます。30秒止まると死にます。ある種の細胞はね。だから僕ら息止めてる時間って決まってるでしょ。肺の中でずっと循環して、まだまだ空気、酸素がどん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 濃度が、低くなっていくけど、まだ生きていかないんだけどね。それで死んじゃうね。脳死っていうのは大変なことだね。つまり細胞の中ってのはいつもパンパンに水で膨れて、まあ水っていうか、外に出して内に入れるもので膨れ上がってるのね。そしてそれは活性酸素が発生するから、必ずいつか壊れなきゃいけないんです。細胞ってのは。だから私たち、人間、ね、生命、すべての生命というのは、必ず、何年かで壊れてしまうの。それによって次の世代が新しく環境に適応できるからね。よく哲学者とかが死は何であるんだ、何のために人間は死ぬんだ。当たり前ですよ。死なないものはないからですよ。死ぬことによって環境への適応っていうのはちゃんとできてきたんですよ、これね。利己的な細胞ってまさにそう。そうすると大体こういうことを言う人がいる。おい、なんとかセコイアとかあの木って何万年も生きてるんだぞ。バーカってね。葉っぱのレベルで考えるんです。植物の場合は。葉っぱ一枚一枚が、こういう私たち一人一人と同じような機能をしてます。だから冬になると葉は散りますね。死ぬんです、あれ。そしてまた新しく出てくる。南方の方に、ジャングルとかなんかあったら、葉緑樹で葉っぱできてますね。でもやがて時間が経つとポロッと落ちていくね。あれも生と死なんです。で、当たり前のことなんです。そして、私たちのこういう臓器ってのは、前回前々回でもちょっと話しましたけども、非常に重要なんで、きつく守られてます。それが、タイトジャンクションですね。これね。どういうことかっていうと、様々な細胞たちっていうのは特別な機能を持って動いてます。例えば、膵臓だったら、この膵臓の中では、ベータ細胞っていう細胞が一生懸命一緒に作って外に出す。ただし、インシュリンを作るときには、その組織の中が、他の部分よりも、ある程度特殊な組織内特殊性っていうのを持たなきゃダメですよね。膝が痛いっていう人いるね。これ、膝の部分っていうのは、関節部分だから、外側に比べて、コラーゲンとかそういった特殊な組織がちゃんと生きなきゃいけないね。そうすると、それを維持するために、細胞が膜状、シート状になって、
この中の特異性っていうのを守らなきゃいけない。そうですね。これ以外にもさまざまな問題がありますけれども、ほぼ全ての臓器っていうのは組織性特異性、組織特異性っていうのを持ってるんですね。だから例えば甲状腺とかなんかっていうのを見ると用途が足りないですよなんかね、用途が多すぎるんですよとか、足りないですよとか、多すぎるんですよとか言われるんだけど、中で足りないからっつって外にいくら飲んだってダメなんですよ、あらゆるものって、あらゆる物質ね。僕の膵臓の場合はインスリン作るためには亜鉛が足りない、亜鉛が足りないから、あんた亜鉛不足だから亜鉛飲め飲めなんていうのが一時期流行りましたね。亜鉛のサプリメントなんかも必ず出てくる、インスリンと糖尿病になるとね。でもここに亜鉛があったところで、この中に入っていかなかったら意味ないでしょ。この組織の中のベータ細胞一個一個がその細胞の中でインスリンを作ってるわけだよね。でそののをここを出して、そいつがまた外出てって、まあインスリン基準は52個のアミノ酸の結びついてるやつでポコンと外出されるからね。それでもう一個重要なことだね、これです。僕が、幸運の病という本の中で一番強調したかったことってのはこれなんですね。生命のストリームあるんだよと。太陽光線を受け取って植物がさまざまな HCNO ね、水素、炭素、酸素、窒素を、吸い上げて、葉っぱという一つ一つの植物生命が種だとか幹だとかを作って、それをまたこう食べ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 していく、これを食物連鎖って言うんですね。つまりどういうことかっていうと、私たちの細胞の組成とこういう他の生き物の細胞の組成っていうのは非常によく似てるんです。だからこれ丸ごと食えばいいんですよ。そうでしょ。ライオンがどうしてシマウマしか食わないのにビタミン C 不足の解決病にならないのか、それはシマウマの体の内臓食ってるからだよね。筋肉だけ食ってちゃダメです。特にライオンとか肉食獣ってのは血を飲みます。インドで牛の血を飲んだりするね。それから牛の乳とか、いろんな乳っていう乳っていうのはあれ血液です、基本的には。だから赤ん坊には白い血液を飲ませてますね。ですから体の中のコロニーに作られてっていってるというような形になってるんですね。それでこれマイクロバイオームっていうのは実はこういう小さい連中ですね。それ私細胞とこれで他の生き物の細胞、豚の細胞、牛の細胞っていろいろあるわけなんだけれども、細胞のレベルではみんなほぼ共通なんです。つまり DNA っていうのは付け足し付け足しで大きくなっていくんです。つまり大腸菌がいます。大腸菌がやがて進化してもうちょっと大きい便毛生物になったりする。その生物がまたもうちょっと大きいアリさんになって、こうなって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 、それで進化して、進化つまりいろんな環境に適応しながら遺伝子がどん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 増えていってるね。豚のインスリンをね、人間に注射すると、ちゃんと人の細胞ってのはそれの言うことを聞いて、取り込んでいくんですね。脂肪細胞がね、そういうふうな形になってるんですね。それを忘れちゃならんですね。ということで、じゃあ食事をピンピンコロリの食事をするにはどうしたらいいのか、ピンピンコロリの食事の天気が大体見えてくると思います。つまり体の中の細胞の臓器とかそういう重要な部分っていうのはそのまんま一生懸命活かしながら、だん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 年老いて衰えてっていいんです。ですからこういったところの他の部分の組織の細胞とかなんか、皮膚の細胞なんかもそうですね、非常に重要ではあるけれども、内臓に比べたらそんな重要度は低い。脂肪細胞、筋肉細胞ありますね。実は筋肉細胞っていうのはこう体を動かすためのものだと思ってた、それは大間違い。体全体の細胞に対してタンパク質を渡すためのプールなんですね。ここにキープされてるんです。一日のうちに人間の体っていうのは 5% から 15% 程度の筋肉を溶かして外に出していく。
この脂肪細胞もそうですね。脂肪細胞っていうのは細胞膜を作るために絶対に必要なんで、これいつも溶かしてるんですね。それと同時にいつも固定化してます。ですから私たちどういう食事をしなきゃいけないかというと、どういう食事をしなきゃいけないかというか、そういうんじゃなくて、他の生命から様々な要素を受け取っていこうよっていう食事を僕は今目指してるんですね。これなんかを見ると分かりますね。今度これはゆっくりとお話ししますけれども、とにかく一物全体食というのを目指しましょうと。これね、イワシだね、全体食だね、それこういうふうないろんなものですね、食材を全て使いましょうと。だって豚の油のそのまま取ればいいだけなんだからね。なんだっけ、トマトジュースにオリーブオイルとか入れたり、あまり油入れたりして飲む必要なんかないんだよ。他の生物のいろんな部分を食べていけばいいわけじゃない。そうすると他の生物たちの持っているタイトジャンクションに使われているようなタンパク質が私の中にも入っていきます。そのタンパク質は直接は使われませんけども、それがどん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 いろんな形で使われていくのね。で、何が必要なのかっていうことは私にしか分かりません。つまり血液検査をやったところで一瞬一瞬で全て私の体の中の状態っていうのは変わっていきます。5年前違う、今違う、明日違う、もっと年取っていくから違う。じゃあその時に何を元にするかって言ったら美味しさです。僕はこれしかないと思ってる。その代わり嗜好品はほどほどにしなさいよと。どの細胞の生命も、とにかく ここに出てくる生命の細胞は全てブドウ糖 C6H12O6 これを利用してるんです。だからどの生物も砂糖は大好きなの、大好き。ところが人間だけがその砂糖を体系的にドバーッと作ることができて、それをどんどん食べることを覚えられたんですね。そのおかげで他の生命たちから大事な生命の要素をもらえなくなってしまったんですね。だって見てみりゃわかるでしょ、子供たちとかなんか食べてるもの見れば、おにぎりバッコバッコ食えばもうそれでお腹いっぱいになるわけだから、これ嗜好品ですね。けども嗜好品っていうのは楽しくてしょうがない、美味しくてしょうがない。僕も血糖値がバーンと上がるから蕎麦やご飯なんか食わないようにするけれども、美味しいのよく知ってる、食っちゃうよ、食っちゃうんだよ、美味しいから。僕の場合もっと悪かったのこれだね、酒だ。3日で1本ずつ飲んでたよなんでだろうね。この話もします。私たちっていうのは生まれてから順々とね、生まれた時からどん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 細胞はいっぱい生まれて、やがて死ぬ数と生まれる数が同じぐらいになって、それで徐々に徐々に死ぬ数が多くなってだんだん死んでいく。この時に内臓の重要な部分、臓器の重要な部分っていうのはまだまだ生きててくれればピンピンコロリで死んでいけるんですね。そういう食事を目指しています。ということで